皆さんこんにちは。松阪地区清和会の川口です。山本です。さあ始まりました、清和会のおうちで木工教室。このコーナーではおうちで簡単に作れる木材製品の紹介をしていきたいと思います。さあ第2回の今回作るのはこちらです。はいはい、プランターです。いい感じでしょ。それではまず材料を説明します。はい、まず A ですね。 A は、縦9センチ横24センチの板が2枚、B は5センチの丸棒を半分に割ったものが4本、 C は縦9センチ横14センチの板、こちらは少し切り込みが入れてあります。で D は、縦 6.5 センチ横27センチの板が2枚、E は 2.5 センチ ×3 センチ長さ14センチの棒が2本、それと釘が 3.2 センチのものが20本、 3.8 センチのものが20本用意しています。道具は金槌、切り、差し金、鉛筆があれば作成できます。それでは早速作っていきましょう。ここからは山本くんお願いします。はい、よろしくお願いします。では最初に、上の箱をまず作っていきます。こういう感じになりますので、先にこっちの棒をつけていきます。このように測ってやっておくと、間違いが少なくなります。で今回ですね、長い釘と短い釘とあります。どれがどっちを使っても別に構わないんですけれども、そうですね、これはこう深さがどれぐらい入るかなっていうのを見ながら、これ長い釘でやっちゃうと出っ張りそうなんで、短い釘でやっていきます。で釘の打ち始めは一番ずれやすいので慎重に、で途中入ってきたら、ガンガン強く打っちゃって構わないです。まあ、釘を打つ時に、左手を打ちつけないように気をつけて打ってくださいね。はい、第1回の時にこの話してたと思いますけども、金槌、平らな方と丸い方とあります。で最初平らな方で打っていくとまっすぐ打ってて、一番最後こう釘を中へ押し込む時は丸い方でやると最後まで釘が打てて、しかも板を傷つけなくて、打てます。次はこれとこれをつなげていきます。こんな感じになっていきます。ちなみに釘の話なんですけれども、今回これで使っている釘はですね、ステンレスの釘です。ホームセンターとかに行きますと、鉄とかクロームとかステンレスとかいろんな釘があるんですけれども、プランターっていうのは外で使うものですので、水に濡れちゃうと錆びてきますよね。なので、今回はステンレスの釘を使っています。はい、これで、プランターの上の部分が完成しました。でですね、これ、杉の、木の豆知識なんですけれども、木にはですね白身と赤身っていう部分があります。その名の通り杉っていうのはすごいよく分かりやすいんですけども、丸太木が1本ありまして、年輪のところで切ると外側のところが白身の部分っていう風になります。で内側の部分が赤身っていう風になるんですけれども、赤身の部分の方がどんな木でもそうなんですけども、赤身部分の方が、防虫成分であったりとか防腐成分であったりとか、という樹脂の部分が多い部分なんですね。なのでそっちの方が腐りにくいです。白身の方が早く腐っていきやすいので、こういう外で使う部分とか、特に、地面に接する部分であったりとかっていうのは赤身のものを使うのがおすすめします。今回はこれ白身と赤身と混じってますけれども、できればこういう赤身だけのものを使った方が、理想的だとは思います。はい、では外枠が完成したので次は、底の方をね、作っていきたいと思います。
でこれで底の板が完成しました。ではこれと先ほど作った上のやつをつなげていきます。で、まあ、この時に一つ注意しなきゃいけないのがですね、ここの釘を打つ場所なんですけれども、横にですね釘が打ってあるので、ここと全く同じ位置に打ってしまうと釘と釘が重なり合って途中で打てなくなっちゃうんですね。なので少しここからずらして打つようにしてください。ここね、こうやって釘が見えてるんで、どこに打ってはいけないかって分かりやすいと思います。はい、で2本目打つんですけれども、まあ一つコツというかですね、最初こっち打ったらこっちを打つんじゃなくて、こう対角線上に打った方が、いいと思います。それなんでかというと、こっちで打つとこう ずれるのが分かんないですね。でここに最初に打っておくと、もうこれでピタッと決まってしまうので、より綺麗な仕上がりになると思います。山本君、はい、もうできた。おう、もうあと最後の1本これが。あ、じゃあもう仕上げて頑張ります。邪魔せんといて。邪魔せんよ。はい、完成しました。なかなか上手にできたんじゃないですか。まあまあまあの出来だったと思います。まあ今回だいたい1時間弱ぐらいですね。これ何植えます。そうですね、僕みたいな可憐なチューリップを植えようかな。ぽくないですね。はい、ということで、今回の清和会、おうちで木工教室はプランターを作りました。次回もぜひ見てください。バイバイ。バイバイ。私たちは松阪地区清和会です。松阪地区清和会は松阪地区の木材産業に携わる45歳以下の団体です。日々木材産業の発展に貢献できるよう頑張っています。今日は私たちから告知があります。今年で37回目になります第37回松阪地区児童木工工作コンクール、これは小学生の皆さん、または親子合作で、木工工作に取り組んでいただき、そちらを応募していただくという企画です。皆さんのご応募楽しみに待っています。よろしくお願いします。